も仙台市の国道3から離れて、一日の温泉に向かっています。そっちに道の駅ひわきがあります。で、中心街から離れたらこうやって郊外の、お店が、工場とかが、車の工場とかそういうのが多くなって、あ、そろそろ終わりかなと思って、いたらまだまだそれが続きます。お店が見えますね。カツ屋っていうカツ丼のお店が。自分はですね、年に2回くらい入ることあるんだけど、もちろんね、なんか油っぽいからいつも食べれんなと思って行かないですね。でも美味しいけど、ただこういうのとか天丼とかたまにですね。なんかご飯と味噌汁と納豆とか、なんかそういうの、なんか漬物とね、そんな食べ物が一番健康には良さそうですね。大谷の食事はですね、多分あれですね、味付けは塩だけとかそういう味料理なんですね。だからなんかソースだとかそういうメーカーの宣伝を、会社の宣伝をするということは大谷はやらんでしょうね。